グエンバンフングエンバンフンはベトナム系オーストラリア人の人権活動家。カトリック教会の神父でもある。現在は中華民国の台湾在住。アメリカ合衆国国務省から現在の奴隷制度を終わらせようと活動している英雄の一人とみなされている。グエンはベトナム共和国のビントョーの海中3階級の家庭に生まれ育ち、兄弟二人、姉妹五人を持つ。 グエンの父親は漁師であったが、病気の末に死去。そのためベトナムのゲアン小出身で、カトリック信者の母親が一家の稼ぎ手となった。グエンは母親の影響を受けて、カトリックに傾倒し、幼い頃から貧しい人に対して献身的であった。彼は、足ジのフランチェスコを崇拝し、家の食事をこっそりと持ち出して、貧しい人に分け与えたりしていた。 1979年にボートピープルとしてベトナムを離れた。36時間の漂流後にノルウェー籍の船に救助され、日本へと運ばれ、到着後は聖コロンバン会に加盟した。グエンは日本で3連過ごし、様々な技術を身につけた。高速道路修理、鉄工業労働、道路補修作業などである。1988年に電動のため初めて、 台湾を訪れ、その後オーストラリアのシドニーに渡って神学校で学んだ。1991年にはカトリックの除海を受け、翌年、台湾に戻った。グエンは2004年1月、台湾の東園圏にベトナム移住者連絡オフィス、ベトナミーズ・マイグロント・ワーカーズ・ブライズ・オフィスを作り、在体ベトナム人を支援した。 ベトナム系アメリカ人によるラジオ局リトルサイゴンラジオをはじめとする支援者の助力もあり幼稚園の2階を借りることができた。グエンは17フィート四方の部屋2つを居室に他の2部屋をオフィスとして使った。そこで中国語の教育を行い法律相談にも乗った。グエンは台湾は外国人労働者の国士と女性の婚姻の一部の行為に関してアメリカ合衆国に 人身売買として、カンボジアと同じ大肉分に置かれていることを恥じ、この改善に努めた。このため、中華民国政府に目をつけられ、夜間外出ができないこともあった。それでもグエンは、台湾の理解者から支援を受け、台湾で肉体労働階級や家事労働者がひどい待遇を受けている状況に警告を出し続けた。仕事以外では、 ギターと水墨画を愛好している。グエンの母親は現在シドニー在住である。ありがとうございます。